衝撃のハムジャック。日本野球機構は27日、マイナビオールスターゲーム2024のファン投票の結果を更新。日本ハム勢が12部門のうち、8部門でトップを占めている。躍進ぶりに、ファンは、新庄監督の、選手を目立たせる力はすごいな、などと声を上げている。投手3部門、先発中継ぎ抑え、捕手、一塁、二塁、三塁と外野手の1部門を日本ハム勢が占めた。最多得票は万波中正外野手で25万715票だ。交流戦までの戦いで日本ハムは25勝18敗に分け、首位ソフトバンクと 4.5 ゲーム差の2位につけている。今年のオールスターは7月23日にエスコンフィールドで行われることもあるが、昨年までの2年連続最下位からの上位進出が大躍進の原動力だろう。昨年は阪神勢が全部門で1位となり話題を呼んだ。今年はどんな結果になるだろうか。今年の日ハムの成績を見たら当然だよね。日ハムの若い選手のプレーを見ていると勝ちたい気持ちが前面に出ているプレーで高校野球を見ているようです。先やもお金じゃなく日ハムへ移籍したことも好感の一つ。新庄監督は面白い上に確実にチームを変えつつあるってことだよね。選手を一から育ててきたのがやっと育ってきたという感じですね。他球団のファンまでもに、日ハムの選手を見たい、と思わせただけの頑張りをしていると思います。我が子を見るような成長を楽しみに感じるチームだと素直に思う。エスコン開催の影響はあるにしても、新庄監督のやってきたことは間違ってなかった。推し活の時代だから、もうどの選手が活躍してるか、どの選手の実力があるかって目線で投票する人はいないかもしれないよね。平均年齢が25歳以下、とても魅力的です。今年の日ハムの躍進を嬉しく思わないファンはいない。チームに物語があるのが魅力的だな。監督、新庄という投票欄がないのを一番悔しがってるのは本人だと思う。